いつも見てるよ、テレビ。どうもありがとう。で、いつ見ても思うんだけど、あんたって下手だね。学芸会なら通用するかもしれないけど、もうちょっとプロ意識持ったら。ちょっと待ちなさいよ。あなた一体誰？熊谷一也、よろしく。お願い。くれちゃってさ、私だって演技派だなんて思っちゃいないわよ。でもね、小学生の学芸会はないわ。学芸会は好きでタレントになったわけじゃないわよ。じゃあどうして？どうしてって、子供の頃からテレビに出てて、気がついたらこうなってたわけで。まあ成り行きってとこかな。成り行きね。萩原美穂、15歳、いて座大型。この春高1になったばかりのチャーミングな女の子。あやには成り行きで芸能界に入ったみたいなこと言っちゃったけど、私結構この世界好きなんです。できたら女優って仕事一生続けていきたいななんて最近思ってるんだ。だって面白いんだもん、女優って。いろんな役が来て、いろんな人物になりきって、いろんな体験ができる。なかなかないよ、こんな仕事他には。あんたって下手だな。ブー、また思い出しちゃった。確かに君たちの企画には非常に魅力的な点がいくつかあります。まず第一は、監督である君が高校生であるという点。このデモテープよくできています。若い才能が画面から溢れ出ている。ありがとうございます。そして主演に選んだ女優、彼女を選ぶとはなかなかいい。今後確実に伸びてくる人だ。よろしい、出資しましょう。ほんまですか？
今の映画界の状況で日本映画が世界に通用する映画を作るのは非常に困難です。でもあえて私は君たち若い才能に期待します。ただこれだけは忘れないでほしい。我がソミーグループは企業です。文化事業や道楽で君たちに出資するのではありません。必ず当たる映画を撮っていただきます。小学生以下だの言いたい放題言ってくれたやつ。よう、また会ったな。あなたね。熊谷一也くんよ。映画制作を学ぶため2年間アメリカに留学、今年の春帰国したばっかり。あや、知ってんのこいつ。私がデビュー前にいた中学の同級生なの。同級生？じゃあな。うん。芝居の勉強しっかりやるんだぜ。映画撮影に入る前に一つ話題作りをしてもらいます。話題作り？そう、とりあえず君たちの知名度を上げたい。そこでプロモーションビデオを一本撮ってもらいます。君たちの才能を駆使して作ったプロモーションビデオをテレビで流し、斬新な映像とそれを撮った君たちの名を人々の脳裏に刻みつける。それから映画の制作発表というわけです。君たちを信頼して任せるんですから、いいものを作ってください。何しろソミーレコードが誇るトップアイドル沢木彩なんですからね。よろしく一也くん。都可以。
のプロモビデオのせいかな。かなりいい出来だもんね。アヤのいいとこ全部出てる。あれね、一夜くんが撮ったの。一夜、一夜ってあの、いや、一夜くん、こっち来て一緒にお祝いせえへん？お祝い？アヤちゃんのプロモビデオ成功祝うて仲間内でちょっとしたパーティーしてんねん。うわー、ありがとう。方向同じやつは同乗しようぜ。どこ、うち正常。じゃあ通り道だ、乗れよ。うん。表情演技はまあできてる。間の取り方も悪くはない。芝居のセンスはあると思う。ただセリフ回しが拙いんだよ。あれは練習次第だから、ちょっと努力すればもっといい女優になれる。別に意地悪で下手って言ったんじゃないぜ。ただセリフ回しが拙いんだよ。ちょっと努力すればもっといい女優になれる。なんちゃって。今さら機嫌取ったって遅いっつうの。別に意地悪で下手って言ったんじゃないぜ。あいつって意外といいやつなのかも。はい。こら、寝ぼけてる場合か。見ろよテレビを。何？いいか、びっくりして腰を抜かすなよ、ミオ。お前が劇場用映画の主役に抜擢されたんだよ。うちの社長とはもう話がついてるらしい。ミオ、チャンスだぞ、チャンス。とうとううちのプロダクションからも大スターが出るか。やあ、ミオちゃんか。よく来たね。とにかく入って、さあさあ。あの今朝いきなりマネージャーから話を聞かされて、どういうことか訳を聞きに。どないもこないもないで、俺らの作る映画に出てほしいちゅうことや。でも事前に打診しなかったことは謝る。でもさ、その方が制作発表の時に衝撃的だろうって沖田さんの提案なんだ。沖田さんってな、バックアップしてくれるソミーの部長さんや。スタッフを紹介するよ。大友康氏、今回はプロデューサーをやってもらう。よろしく。カニオサム、カメラマンや。ミオちゃん、綺麗に撮ったるさかいな。それから保坂実、美術担当や。よろしく。照明の小田修司。よろしく。録音の藤井大輔。よろしく。そして脚本監督の熊谷一也や。よろしく。あの よろしく。やったー、ミオちゃんが OK してくれた。やったな。となると一夜、脚本急がないとな。ああ、行こう。もうすぐ上がる。クランクインはやっぱり夏休みかな。俺たち学校もあるからな。何言うてんねん。映画作るためやったらもう学校なんかどうでもええわ。おいおい、おさむ、過激なこと言うなよ。みんなの迫力に圧倒されちゃった。本当に本当に好きなんだな、映画が。いいな、こういうのって。ありがとう。え？君が OK してくれたんで、みんなが喜んでる。みんな？いや、もちろん俺も嬉しい。映画見に行こうぜ。え？ちょっと待って。ローレン・バゴールとかマレネ・デートリヒみたいな女性のことをハンサムな女って言うんだ。
ハンサムって普通男の人に。女性にも使うんだよ最近はね。クールで知的で毅然とした、そんな感じかな。最高の褒め言葉だと思うよ。同年代の仲間たちと一緒にとびっきりハンサムな女の子をヒロインにして、とびっきり面白い映画を作る、それが俺の夢。初めて君をテレビで見た時、この子だって思ったんだ。絶対に綺麗に撮るから任せときな。そんな顔初めて見た。会うたびにいろんな面が見えてくる。自信家で厳しくて、でも照れ屋で優しい。一夜のこともっと知りたい。よくできています。いいでしょう。早速クランクインしてください。はい。となると一生懸命、他のこと全然目に入らない。そういうとこ大好きだけど、でももっと私の方も見てほしい。よーい、スタート。言ってる？うん、順調。もうすぐクランクアップって感じ。ミオ、映画に入ってから生き生きしてる。え？本当に？どうしたの？いつものあやらしくないよ。あや。もう終わった恋だから忘れようと思った。でも、私と一夜くんは中1の時付き合ってたの。私のファーストキス、一夜くんなの。好きですって告白したのは私の方からなの。それから下校は毎日一緒、デートは月に 2、3回。そして秋、初めてのキス。どうして別れたの？留学？うん、2年か、もしかするとそれ以上。アメリカで映画の勉強してくる。そう、私もデビュー決まったの、歌の先生の紹介で。そう、おめでとう。それじゃあ、私たちこれでお別れよね。あ、そうだね。じゃあ、なあ、バイバイ。3年待ってろって言ってほしかった。でも一夜くんは何も言わずに出発してしまった。
そうだったの。ミオが羨ましい。いつも一夜君と一緒にいられて。あや。恋だから忘れようと思った。でも、でも。ちょっとは察したれや、ミオちゃんの気持ち。旗から見とってもものすごいようわかるわ。お前を見るミオちゃんの目、もう好きで好きでたまらんちゅう思いがよう出てるわ。惚れてるよ、俺だって。そやったらなんで優しい言葉の一つもかけたらへんねや。おさむ、誤解するなよ。俺が惚れていると言ったのは女優萩原美代のことだ。ほな、女優として素材としてだけか。女の子としては別に興味ない言うんか。萩原のことはそういう目では見てはいない。美代ちゃん、一夜、今の話、ミオちゃんに聞かれたで。私はただの素材。一夜にとっては映画を作るだけの道具。なんだその芝居は。感情が全然こもってないぞ。はい。ダメだダメ、もう一度。はい。私は映画を作るだけの道具。いいぞいいぞ、おさむ、グッと引け。最近の一夜の客ものすごいぜ。ああ、怖いくらいだ。イオちゃんもすごいぜ、全然値を上げないもの。なんですって。制作中止ですって。上からストップがかかったんです。沖田さん、あなたは部長でしょう。その上って誰なんです。会長です。つまり私の父。そんな。映画は作るものではない。出来上がったソフトを買い上げればよい。それが起業家としての私の父の持論なのです。なんでやねん。あとワンシーン、クライマックスを取ったら完成っちゅう時に。しかし資金援助がなければこの後の撮影は無理だ。諦めろと言うのか。仕方ないだろう。この映画のために何もかも切り捨ててきたんだ。学校も家族も。そして中止になんかさせるものか。絶対映画を続ける。一夜、大丈夫だよ。映画は完成させる。でもマンションを担保にして銀行からお金を借りた。この半年みんな頑張ってきたんだ。そう簡単に諦められるか。あとはカーチェイスだけさ、心配するな。じゃあな。
本当に大丈夫なんだな。まあ見てなって、バッチリ決めてやるから。おさむくんに聞いたの、一夜がスタントするって。俺のスタントを見物に来たわけ？お前結構野じ馬。違う。だって心配。なんだよ。ミオ。頑張って、怪我しないでね。じゃあ。聞こえるか、一夜。準備ええか。あ、OK だ。すぐそばでバイクが燃えてる。すげえ爽快。空中に放り出されて地面に落ちるまでの間は時間の流れが妙にゆっくりで、本当にスローモーションみたいな感じなんだ。その時突然に、ああ俺このまま死ぬんだなって思って、それからものすごく後悔したんだ。自分の本当の気持ちに背を向けてたこと、あいつに答えてやらなかったこと。いい作品が作りたかった。妥協はしたくなかった。だから映画以外のものは
全部切り捨てようとしたんだ。このボケ、そんな俺に言うたってしゃあないやろ。今の話ちゃんとミオちゃんに言わへんかったら許さへんで。こんにちは。いやー、ちょうどよかったわ。いや、今ちょうどミオちゃんの噂してたとこなんや。え？ま、詳しいことは一夜から聞いてや。うん、おさむ言うんやで、一夜。何？あ、うん、キツの方は？まあ、大丈夫だ。ほら、あ、ダメ。まだちゃんと寝てなきゃ。好きだ。本当はずっと好きだった。もう泣かせない。一夜、映画どうなっちゃうの？ま、完成は当分先だな。この怪我が治ってからってことになるから。ねえ、ん？2作目の映画撮るときもまた私を使ってくれる？当たり前だろ。他のやつになんか撮らせるかよ。萩原美穂はこれからもずっと俺だけの専属ヒロインだよ。どちらか